どうぞ。おめでとうございます。ヤシアパビリオンが新たにオープンいたしました。福岡市のキッザニア福岡に新たに登場したダシアのパビリオン。久山町に本社を置くクバラ本家グループが日本の食文化への関心を高めてもらおうと出展しました。料理人の服を着た子どもたちはオリジナルのだし作りに挑戦しています。子どもたちはまず味見をしながらだしの役割や種類について学びます。匂いは、はい、鰹節の匂いがしました。ありがとうございます。そうですよね。次は作りたい料理に合わせて昆布や椎茸、焼きあごなど5つのだしの素材から好きなものを選びます。丁寧に混ぜ合わせパックに入れると子どもたちオリジナルのだしパックが完成しました。だしっていうのは料理の主役にも負けないくらい大事なものだと思いました。だしソムリエに僕はなります。絶対家でも料理をやりたいと思います。パビリオンを通してだし文化を広めていこうと思い今回出展させていただくことにしました。だしというものの、その重要性を子どもたちに理解してもらえると嬉しいなというふうに考えております。これまでにおよそ50種類のパビリオンが出展しているキッザニア福岡。地元企業の出展は嬉しいこと。今後も産学官と連携し子どもたちの生きる力を養う事業を進めていきたいとコメントしています。